にちは、まぶちメディアクリニックのまぶちです。プラセンタって何かなってよく質問を受けます。でプラセンタっていうと、通常お母さんと赤ちゃんがお腹の中にいるときに、赤ちゃんがすくすく健康で何の病気もしないように無事に育つように、そんなものを見守ってくれている臓器だなっていうふうに思ってもらうと簡単なのかな。で例えばね、こうお腹の中に赤ちゃんが身を守りましたって時に、まずは1個の細胞です。でその1個の細胞が10ヶ月間かけて、だいたいお母さんが出産するまでに50から60兆個の細胞まで膨れ上がって、一つの人間として生まれてくる。でこの時にその成長を見守ってくれている臓器っていうのが胎盤、プラセンタになります。なのでプラセンタには子供が成長するのに必要ないろんなビタミンとかミネラル、あとはタンパク質とか脂質、糖質も入っていれば、子供がすくすく育つように手伝うような成長因子なんていうのも入ってるし、あとは子供が絶対病気にならないように、そういうような体を守ったりの免疫に関係するような細胞、そういうものが全て入っているのがプラセンタなんですよね。プラセンタってじゃあどういう効果があるのかなっていうふうに一言で言ってしまうと、一番自分のいい状態に持ってってくれるものがプラセンタだよねって考えるといいと思うんですよね。例えばだんだん年を取ってくる、そうするといろんなものが足りなくなってきますよね。お肌だったらば、20代であれば1ヶ月ぐらいで新しい皮膚に入れ替わってたのが、50、60になってくると2ヶ月、3ヶ月だんだん遅くなってくるんですよね。だんだん年を取ってくると足りないものが出てきます。でそういうものを補ってあげるっていう意味でもプラセンタはいいし、逆に働きすぎてしまっているものであれば元のいい状態に戻してあげるよっていうことで、少なすぎても多すぎても一番人間のいい状態に持ってってくれるよっていうのがプラセンタの一番いい働き。全然もう生まれてすぐでもプラセンタ取っていいよっていうふうに思ってます。でなぜかっていうと、もともとはプラセンタっていうのはお腹の中で赤ちゃんがすくすく育つためにいろんなサポートをしていた臓器なので、プラセンタってじゃ危険じゃないの。やっぱりこう人の体、豚の胎盤っていうようにいろんな動物から取ってきているものなので、すごく不安に思う方がいらっしゃるんですよね。その時にね、聞かれる2つのことがあって、まず1つはいわゆるこう病原性っていうんですかね、いろんなこう動物から取ってきているものなので、まず1つはそういうようなもの、病気にかかっている動物のプラセンタっていうのは決して使っていない。であとはプラセンタってじゃあホルモンじゃないの、なんていうような質問も聞かれます。でこれもプラセンタとホルモンは全く別のものです。でプラセンタを作るときはホルモンと血液成分っていうのは一切全て除去して作るものがプラセンタなので、だからそういう意味でも安全だったり、でもう1つは副作用、いわゆるこう薬を飲んだ時に出るような薬に対する副作用はないのかなんて質問されます。でプラセンタっていうのはもう何度も言ってるように、もともと人の体にもあるものなので、いわゆる取った時にいろんなこう副作用っていうのは非常に起きにくい稀なもの。プラセンタには本当にいい成分たくさん入ってる中でも、いわゆるこう健康に役立つような成長因子、あるいはこう細胞増殖因子なんていうように、本当にこう自分に秘めた力を湧き出してあげるような、そういう力をこう持っているのはプラセンタだと思ってます。なので元気で健康でもうずっとこう幸せな毎日を暮らしていただきたいななんて思ってます。